アステラです、はい、基本的にはこう持ち込んだ物資、まあはい、自分たちが乗ってきた船も込みで、その物資現地調達したものであったり持ち込んでものだったりっていうものだけでこう拠点を築いているので、まあ結構船をねこう利用再利用したりとかしてるっていうのが、まあ結構随所に見られる場所ですね。はい、はい、でも何十年も人は住んでるので結構賑やかです。はい、おなんかいますよ。これジュラトドス。そうですね、捕獲したモンスターが、ここに運ばれてきて、まあ、研究調査させていきます。なのでこれ実際僕が捕獲したものになります。ジュラトドスになりますね、はい、捕獲した後にここ来るとね、はい、なので V 破壊したりしてもそれが反映された状態でここに、まあ運び込まれます。はい、で3期団の人たちがそういうのをいろいろ研究している人たちになります。なのでこの人たちも3期団ですね、うん、はい、すごい量の資料だ。はい、はい、ではモンスター調査している、生態研究所という施設が今回ありまして、おいしょ、うん、モンスターの痕跡とかを集めていくとこの研究レベルというのがどんどん上がっていきます。で最初はですね、いっぱい集めないとモンスターに誘導とかしてくれないんですけれども、たくさん痕跡集めて研究レベルを上げておけば、もう1個痕跡集めただけで、はい、次の痕跡に誘導してくれたりとか、はい、すごくこうよりシルベムシの力がレベルアップしていくということが できます、はい、生態マップにもそのモンスターの情報がもういち早く、はい、記されるようになるので、まあ、そのモンスターがどう動くかっていうのも分かりやすくなるといった感じですね。はい、はい、さらにですね、モンスター図鑑っていうのがありまして、うん、この研究レベル1のドスジャグラスとかだと、この肉質とか、弱点の部位とか、耐性とかが、記載されているんですけれども、まあ、これでですね、攻略ちょっと苦手な方がいたとしてもですね、痕跡どんどん集めてもらって研究レベル上げてもらえば弱点とかも分かりますんで、これでちょっと武器とかも整えていただけると、狩りやすいかと思います。そうですね、でさらにその研究レベルが上がると、はい、肉質とかに加えて報酬の情報とかも分かるようになりますので、V 破壊したら何が出るっていうのももうここで分かっていきますので、まあ素材集める時の参考にもしていただけるかなと思います。そうですね、なのでとにかく痕跡を集めていってこの研究レベルを上げるっていうのが結構まあ、自分の遊びやすい環境を作るっていく上でもすごく大事ですね。はい、はい、他にもいろいろ施設はあるんですけれど、ちょっとだけね、この前もお知らせしたんですけど、加工屋をもうちょっとだけお見せしたいと思います。はい、こういうちょっと便利なリフトもあります。まあ、すぐ帰る。早っ。はい。まあ、うろうろしてもらってもいいんですけどね、はい、ちょっとこういうリフト使ってもらってもいいです。で、この人たちが2期団になります。まあ、加工とか、そういったものを携わる人たちで、まあ、技術屋集団ですね。うん、はい、です。でここで、武器作っていくんですけど、まず防具からですかね、はい、防具ですね、はい、で今回は試着とかできて、そうですね、まあ、結構、今までは作ってきてみないとちょっと分からないとか、そうでしたね、結構見比べるのも、ステータス見比べるのもこう1個ずつ見ていかないと分かりづらかったりしてたんですけど、まあ、今回は試着っていうのができるんで、とにかくここの着合わせしてみたいなっていうのは一応全部着てみることができます。うん、作れないものも、はい、レシピに載っていれば試着できますし、はいはい、あとですね、これ作りたいな、でも素材がまだないなっていうものがあったときに、このですね、うん、ウィッシュリストっていうのに登録することができるんですね。そうですね、はい、そうすると今足りてない、うん、ごめんなさい、もう一個とアイテム、はい、足りてないのが、はい、あ、これ足りてますね、ごめんなさい、足りている、足りてないやつ、これかな、はい、はい、足りてないやつを登録すると、これ、はい、泥魚竜の牙が1個足りないっていうのが、はい、マークされました。これですね、フィードに行って泥魚竜の牙を取るとですね、その通知が来てですね、はい、このジュラメイルが作れるようになりましたよっていうのも確認できるようになりますので、まあ、作りたいものをがあった場合はどんどん登録していくとやりやすいかと思います。はい、じゃあ親切ですね。親切。そうですよね。素材作るなんか足りないなと思ってても結構素材の名前がこう忘れたりとか。あれこれ作れるんかなみたいなのが分かるじゃないですか。同じモンスター言ってると分かんなくなっちゃうんですよね、はい、でそれでさっきモンスター図鑑とか、はい、生態マップとかにもそのどういう素材が取れるかとかも記載されてきますので、はい、まあ、モンスター、どのクエストに行くかとかの、指針になるかなと思います。そうですね、はい、そして、はい、そして強化で武器強化ですね、はい、まあ、こういうふうに派生図のような表示になっていますので、はいはい、今自分の持っている武器がどういうふうに進化していけるのかっていうのが、うん、系統的に分かるようになってます、はい、どういう派生していくかっていうのもちょっと見れるので、
まあ一応その、まあ先を見てちょ少し どの辺が伸びそうかみたいなのも想像しながら、選択していってもらえたらなと思います。もうちょっとこれリストあれだよね、拡大できたりしてたよ確かそうですね、拡大表示もできます、ね、はい、もうちょっとこうステータスが一元して分かりやすいものもあるので、まあ、こういうので見比べながら、まあ、どの武器今作ろうかなっていうのも考えてもらっていい、いいかなと思います。はい、はい、であとですね、ちょっと今までお見せしてなかった要素をお見せしようかと思いますので、はい、一回ちょっと画面を変えていただけますか。はい、はい、ちょっと拠点からそのまま行けるんですけれども、はい、ちょっと変えてください。はい、はいはい、トレーニングエリアというものがあります。うん、まあ、左の方にちょっと操作の説明とか、コンボの説明とかも載ってると思うんですけれども、はい、はい、自分がどういったルートでコンボつなげていってるかっていうのもああやって一応出ます。はい、試し切りができるんだ。そうです。そうそうそう、でどれぐらい、まあ、どういった感じで次何を押せば次コンボしていくかっていうのも右上に出ます。でこういった樽もあって、まあ、こういうのもちょっと、試し切りができます。しかもあれ肉質的なのもあるんだよね。そうですね、大きな樽、この大きな樽とかちょっと硬いんで、硬、はい、い、硬くないの。本当だ、ダメージ値が白であんまり入んないです。あったりとか、お、これは被爆、被爆するやつ。あガードが必要な技とかもありますので、ああいう風に被爆するものもありますし、うん、はい、これは硬いね。ちょっと弾かれるような硬い。武器とか作りを変えた時にもちょっとね、こういうの、はい、肉質、そうですね、操作方法も分かりますし、はい、ダメージの取り方とかもこれによって確認することができるようになってます。はい、便利便利で、まあ一応フィールドでできるアクションはいろいろここで試すことができて、で武器もちょっと変えてみたいなと思ったら、このボックスのところに行ってもらえれば、今自分が持っている武器、好きな時に変えれますので。プレビューも見ましょうか。はい、で弾とかもですね、ここにあるものは消費しませんので、はい、ちょっとこの場所で使っても、はい、減りはしませんので、どんどん使っていただけます。まあいろんな弾もありますんで、ちょっとこうやって試してもらって、まあ自分なりにこうちょっとまあ練習というかね、してもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、まあこういったエリアがあるんで、まあちょっと試しぶり、はい、武器の特性がちょっとわからないような方でも、ここでいろいろ試して、から、クエストに行くことができるようになっております、はい、そうですね、便利でしょ。うん、はい、はい、こういうのをきっかけでまたちょっと武器のね、いろいろ14種類も武器ありますからね、はい、いろんなの使ってもらえればと思います。これ樽、はい、が壊れたらなんかね、お供が持ってきてくれるんです。あ、そうですね、持ってきてくれる、持ってきてくれるかな、壊せる、それ壊したらいける、これならいけるかな。バン、来てくれるんですか、見てましょうか。お、来た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 、しかもちゃんと自分の音がよいしょぽい、おなかなかね、仕事してますよ、はい、まあまあこんな感じの場所もあります、はい、ということで、じゃあ一回画面閉じます。